演舞開演。どうも、本日はこちら、ゆずのグリチャ羊羹というものを食べてみたいと思います。ゆず、おさやが作っているグリチャということは、きっと新鮮なお茶が使われているんでしょうね。こんな感じで個包装になっていますね。輪ゴムが置いといて何かに使おうかなってやると絶対無駄にゴミになるのが自分です。さらに何重にも包装されてます。至れり尽くせりの羊羹ですね。ちょっと苦戦しました。ではいただきます。出すのに若干の苦戦はしましたが、それを補ってあまりあるお茶の濃厚さ、あんこの甘みが口の中に広がってとっても美味しかったです。さすがお茶屋が作ったというだけのことはあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。